元金プリ平野潮と神宮寺優太、SNS 界での躍進とファンの熱狂。元金プリの人気メンバーである平野潮と神宮寺優太が、新たにインスタグラムアカウントを開設し、驚異的なフォロワー数を獲得しています。一夜明けた8日、彼らの投稿には多くのファンからのコメントが寄せられ、その影響力と人気の高さを示しました。この記事では、 彼らの SNS 界での躍進について詳しく探求し、彼らがどのようにファンの心を掴んでいるのかを明らかにします。セクシーで魅力的なビジュアルと圧倒的なパフォーマンス力で数を風靡した元金プリの平野耀と神宮寺雄太が新たにインスタグラムの世界で躍進しています。彼らは元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が社長を務める新会社。 トベ、トゥービーに所属することを発表し、多くのファンが彼らの新たな道に期待を寄せています。8日に開設された平野潮のインスタグラムアカウントは、わずか数時間で200万人を超えるフォロワー数を達成しました。彼の初投稿には5万件以上のコメントが寄せられ、熱狂的なファンの存在が示されました。 同じく8日にインスタグラムを開設した神宮寺雄太も、わずかな時間で146番人を突破しました。彼も多くのコメントやリアクションを受け取り、ファンたちの熱い支持を実感しました。平野紫耀と神宮寺雄太の SNS 界での成功は、彼らが演じる個性的なキャラクターや魅力的なビジュアルだけでなく、その情熱とファンとの絆によって支えられています。 彼らは常にファンとの交流を大切にし、インスタグラムを通じて直接的にコミュニケーションをとることで、ファンとの絆を深めています。また、彼らの投稿にはいつもユーモアや温かさが感じられ、ファンたちはそれに共感し、彼らを応援する気持ちを高めています。平野志耀と神宮寺勇太は、 これまでの活動を通じて数多くのファンを魅了し続けてきましたが、インスタグラムの登場により、その影響力はさらに拡大しました。彼らのインスタグラムには、日常の写真や動画、パフォーマンスの裏側など、多様なコンテンツが投稿されています。これにより、ファンたちは彼らのプライベートな一面や日常を垣間見ることができ、より親近感を抱くことができます。 また、彼らの SNS 界での成功は、一重にフォロワー数やコメントの数だけでなく、彼らが持つ影響力の大きさを示しています。彼らの投稿や発言は、ファンたちにとっての指針となり、彼らの影響力が音楽業界にも波及していることが伺えます。さらに、 彼らの成功は他のアーティストやエンターテイナーたちにも示唆を与えており、SNS を通じたコミュニケーションとファンとの絆の重要性を再確認させています。元金プリの平野潮と神宮寺雄太は新たな道に踏み出し、インスタグラムの世界で驚異的な成功を収めています。彼らのフォロワー数やコメントの数は、彼らの人気と影響力を物語っています。 彼らは常にファンとの交流を大切にし、ファンの期待に応えるために日々努力しています。これからも彼らの活躍に注目し、彼らが想像する魅力的なコンテンツを楽しみに待ちたいものです。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。